バレットクラブ、エルファンタズム、石森が来ましたよ。いや見るからに怪しいな、これ。ちょっと待ってください、ショーも来ている。何が狙いなのか。2人で来ましたよ。 Hey, settle down, you dumb mark. We're not gonna beat you up. No, no, no. We have some good news. いい知らせがあるのか。 You see, before those dumb incels on newjapanworld.com announce it, I'm gonna break the scoop, baby. Kizuna Road, Shoyo, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions, no more. Bullet Club's cutest tag team are coming for the gold. Yeah, 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 yeah. Sit down. And Despy. Oh, Despy. おっと。石森がマイクを取りました。デスクラード選手の名前を言った瞬間マイク取った。ちょっといいか。お前に言いたいことがあるんだよ。小松に順番抜かされて退屈でたまらなかったけど、ちゃんと待ったぜ。ベルト防衛した直後で悪いが、俺から狙われてること忘れてねえよな。次こそ俺の番だ。いいよな、デスペチャンピオン様。挑戦表明です。二つとも俺たちがいただくぜ。ジュニア二冠を狙うとバレットクラブエルファンタズム石森が宣言をしました。ちょせっかく勝ったんだからさ、帰るときは俺の曲で帰るよ。お前らが締めたまんまだとお前らの曲流れちゃうから。よう、思ったよりやるじゃん、面白かったぜ。でも次の宮城県出身者はもっと手応えありそうっすね。その後にまだ宮城県が続いたら俺困っちゃうな。お、田口監督のことか。てめえで打ち止めだ。楽しみにしとけ。仙台大会でも言ったかな、明日は明日の風が吹くって。でもそんなこと言えるのはさ、今日一日を精一杯生きてきたやつが言えることだから。たとえ今日は風が吹かなくても、いつかこの思いは芽吹くって、それまでひたすら自分磨いて自分に期待して
自分を信じて、生きていきたいと思います。そして次はバレットクラブ、重厚さ、人に向けるためのもんじゃない。俺たちは明日に向かって打つぜ。今日の第一試合で俺が流れをつないで陽さんにつなげたかったけど仕方ない。でもね、今日の陽さんの戦いを見ててやっぱり感じた。俺たちなら陽さんを含め、そして解説席にいた高橋ロム、そして反対コーナーに立っていたデスペラード、そして新しい次の挑戦者名乗り出てくれた下森ファンタズモ、俺たちならもっともっとこの新日本ジュニアの世界をもっともっと盛り上げれるんじゃないかってそう感じた。でもやっぱり今日陽さんには勝ってほしかったね。このジュニアタッグのベルトを巻いた者同士のジュニアシングルのタイトルマッチもいつか必ず成し遂げたい。そのためにもこのベルトを必ず守ってやる。 Oh, that's better. Look at this, we've got Zimas. You know why?Because you're looking at the next IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions. Three times. Hey, let's sit down. You like sitting down, don't you? My way down. Let's talk about this. Our favorite opponents, Roppongi 3K. God damn it, I love wrestling show and yo.But that's okay. Kizuna Road 2 years ago is when we won the titles for the first time. Then we lost them at Wrestle Kingdom. Then we won them again. And then we lost them again. But this time we're gonna win them and we're gonna keep them. Are you looking at me? It looks like you're looking at him. Are you looking at me? Nod your head yes. Yes? Yes? Okay, thank you.Thank you. A little communication with these things is great. You just expect us to cut these promos in front of these 8 different cameras and know what we're supposed to do? Clowns. Goddamn, these Zimas are pretty good. But we almost needed another round. You know why? Because you are going to win the IWGP Junior Heavyweight Championship. Yes. And Bullet Club...It's gonna have all the junior titles. すべていただくからよ。まあ祝いだ。それと、なんだっけ、なんか、なんちゃら推計。うん。おめえらにもちょっと言いたいことあるんだよ。うん。何をしたいのか、俺はさっぱりわからない。小松に、やる気は見えるが、挑戦者みたいなことをばっか言ってる。ショー。お前らはチャンピオンの器じゃないんだよ。ただ守るだけがベルトじゃねえんだよ。他のやつらから欲しくて奪いたくてたまらねえって思われるのがチャンピオンのベルトだろ。なあ、お前らが持ってる間はそのベルトただ飾りや。ちょうど俺もファンタズモもさ、暇してるから、そこで俺たちがお前らのベルトに挑戦してやる、相手してやる、その飾りになってしまったベルト作ってやるよ俺たちが。それとデスペ
に関してはもう何もやってもいい。別れたかな。Yeah! What do you said? I'm already finished, bro. You gotta catch up. Oh, I'll finish. Oh. Yeah, I'm a pretty good drinker. And Marks! Don't worry about what you saw out there. That was nothing. We're Bullet Club's cutest tag team. For life! Eh? Did you get a haircut? Looks like shit, bro. Goddamn. Hey, Bullet Club is fine.G は飲んでるわ。ちゃんと復帰もやられてるから。まあ、あいつと違えんだよ。頭も見て、膝も見て。ついでにいや。ね。あれあれ、ジュニアのシングル。全員が今日だって見たろうよ。一森がすぐ来てよ。みんな血まなごでこれのこと狙ってんだよ、俺。なんだよ、そんなやってよ。いやー、そりゃそうだろうよ。セミのイブシ対コブ、うん、お前一人はお前神声果たした超人と、一人はお前オリンピアンで、もう見るからにちょっとどういう進化をしたんですかっていう体験してるだろう。そりゃそうだよ。あの二人がやったらもう常人が逆立ちしたってかなうわけねえよ。だけどよ、俺たちはジュニアはジュニアでよ、タイトルこれのために血まなこになってんだろ。試合順が格だとかそんなことを示してるとは思わん。そもそも挑戦者がお前ようじゃセミはとかなるんだったらよ、そもそも挑戦なんだっけ、 IWGP 管理委員会実行委員会なんかあっただろ。それがお前ちょっと今回なしとか言うたらええじゃないか。お前らが組んだんだろ、まあ、それでお前相手じゃセミだって、そんな失礼な話あるかこの野郎。タイトルが上だこの野郎は。まあそれはそれとして、いやいいね、終わったとたんに。終わった途端にああやってタッグもシングルも挑戦者が出てくる、最高じゃない。こんな刺激的なところなかなかないぜな。まあ俺はグダグダ高所で垂れるタイプなんだけど、それでも根っこは一緒なんだよ。伝統がどうたらこうたら言う気はねえけどな。ジュニアはジュニアで命張ってるんですよ。あと自分がね、コロナになってるってね、知らないときにね、ジムを飲んだらね、すっげえ薄く感じたんだよ。やっぱりね、きついなと思うね。気付けろ、お前、あら、帰ったよ、もう、手洗えよ。死ぬほどきついぞ。風邪とか言ってるやついいだろ。お、風邪だよ。風のしんどいやつで、薬もないし、めちゃめちゃうつるやつな。ただの風邪だと思ってたら、てめえら、痛み見るぞ。